はい、あのタスキグリーンワークスと屋号を変更した理由の中で一つ大きな思いがありまして、まあ、このエナニシキという木を少しでも多くの方に知っていただきたいと、ちょこっとでも広めていきたいなという思いがありまして、このエナニシキという木なんですけど、ある、まあ、水波の種苗家の方がエナさんのふもとで丸葉の木という木があるんですが、その木の種を採取しに行かれたそうです。それを自分の圃場苗場で種をずっといっぱい植えたら、その中から3本だけこの丸葉の木に外側に白い斑の入った木が3本だけ出まして、その中の一番きれいに斑の入った木をちゃんと個体化させて、でエナさんの麓で見つけたからエナニシキと名前を付けようということで、まあ、エナニシキという名前をその方がお付けしました。実際、まあ、植物図鑑等には載ってませんが、葉っぱがハート型しておりまして、非常に可愛らしい、夏場、今冬は落葉樹なんて葉っぱ落ちてますが、新芽、新緑はすごい綺麗です。それであと紅葉も黄色から赤色からこういろんな色にコントラストしながら紅葉していく姿はとても綺麗で特徴のある木なんです。こんな木をやっぱりエナという名前もついてますし、こんな可愛らしい葉っぱ、こんな綺麗に紅葉する木を一人でも多くの人に知ってもらいたいという思いから、エナニシキを使った盆栽教室を含め、あと町中市で出展等したりしまして、一人でも多くの方に知っていただきたいと日々努力しております。そんな中で去年の9月7日には中部経済新聞の方でこのエナニシキを含めた洋風盆栽の普及に力ということで掲載させていただきました。あと去年の警報ニュースですが11月19日号で盆栽教室の方でエナニシキ普及ということで掲載していただきました。こんな風で去年からエナニシキについては復旧させるよう努力しておりますので、盆栽教室の方もよろしくお願いいたします。